Welcome to the 50th edition of International Film Festival Rotterdam. My name is Julian Ross. I'm a programmer here at the festival, and it's a pleasure for me to be the moderator for today's IFFR Afterthought with the director Yoshida Kota for the film Sexual Drive, which has its world premiere in the big screen competition. So we'll get started in Japanese. 監督さん、 ありがとうございました。 これから質問を始めます。 よろしくお願いします。よろしくお願いします。セクシュアルドライブ 3つ のエピソードとなっておりまして、納豆、麻婆豆腐と二郎ラーメン、その3つですか。特にどうやってその食品を選びましたか。そしてもし 4つ のエピソード、5つのエピソードと続く場合は、他にどういった食品を選ぶでしょうか。 そうですね。まず納豆は、一番最初に、ちょっと作る過程があって、納豆を最初に作ったんですよね。納豆だけ、短編で。それで、短編作って、その後に続編を作ろうかって思って、麻婆豆腐と、ラーメンを作ったんですけども。で、納豆を最初に選んだのは、納豆が僕単純に好きだからです。<笑>食材としてすごく好きで、非常にこう変わった食材なんですよね。その、 糸がこうベネバッとこう引いて、でしかもすごい臭いみたいな、その食材が、意味がすごくなんかあるかなと思っていて。で、普段その非常にこうエロティックな、題材を描くことが多いんですけども、納豆っていうその食材自体が非常にそういうこうエロティックな、ものだなっていうふうに思って、それをこう、題材にできないかなっていうふうに思ったのが納豆ですね。で、なぜ麻婆豆腐。はい。麻婆豆腐、ラーメンと。 その2つはどうして決めましたか。そうですね。麻婆豆腐は、これも僕麻婆豆腐好きなんだからですけど、<笑>あとその麻婆豆腐の今、日本でも少し最近流行ってきてるんですけども、非常にこう四川風の本場の麻婆豆腐っていうものがようやく日本でも流行ってきてるんですよね。ただ日本って今まではでもその四川風のラーメンって実はなくて、 日本的な、非常にこうレトルトの甘い、麻婆豆腐しかなかったんですよ。で、それがなんか、僕は嫌で、めちゃくちゃ辛い麻婆豆腐を食べたいなって気持ちがあって<笑>、で、それがまず選んだってことですかね、麻婆豆腐は。で、最後のラーメンは、これも僕が好きだからなんですけど、<笑>まあでも、非常にこう肉食的な、いわゆるこう、 まあ、ちょっと一風、見た目は非常にこうグロテスクなんですけど、非常にこう、すごくこう欲望をこう駆り立てる食材というか、というのがあったので、ラーメンを選びました。なるほど。他に続きがあるとしたら。<笑>そうですね。一回、納豆があって、それで麻婆豆腐があって、 もう一つ別のラーメンじゃなくて別のやつを考えたんですよね。で、それが、トロロっていう、トロロ知ってます？あの、自然薯っていう、白いネバーっとしたやつですね。あれを考えてましたよね。トロロそばとか美味しいですよね。<笑><笑>それと、今は、ちょっと興味あるのは、スペアリブとか、肉？ なるほど。好きだからですか。好きだから。日本の映画だと、結構例えば、なんか食べるときに、非常にこうなんか、お芝居するときにこう、考えるんですよね。役者さんが。ここで食べて、セリフを言ってみたいな、非常にこうお芝居が食べるときに段取りっていうか、非常にこう、つまらないお芝居になりがちなんですけど、 そうじゃないような、本当にこう肉をガーッと食いながら喋るみたいな、こういうのちょっとやりたいなっていうふうに思ってますから。はい。少し、セクシュアルドライブを見て思ったのが、特に最初の二つのエピソードは、食べる場面が比較的に短いというか、料理する場面も比較的に短い。その食品について語る言葉で語る方が比較的に多いんじゃないかと思いまして、それは特に意図的にそうしたわけですか？
あ、そうそうですね。あの特に今納豆との時は一番最後にこう納豆を食べるっていうところに全ての意味を集約させるってことをやりたかったので、あの食べるところのシーンは本当極力少なくして、そこの1個食べるっていうところに全てを集約させるっていうことをやりたかったなと思って、で麻婆豆腐はあのなんか納豆が先にあったので、納豆でとりあえず最後食べるから麻婆豆腐はもう食べなくていいかなっていうのはありましたね。それで作っていく過程みたいなところで主人公のこの何か説明みたいなことができたいかなと思ったっていうのがありました。うん、うん、なるほど。であの吉田監督はユリコのアロマという作品を、はいはいはい、撮りまして、あの、まあ、匂いについての作品ですね。匂いとセクシュアリティ、うん、で今回は、まあ、食感とセクシュアリティ、まあ、あの人間の感覚、まあ、様々な感覚に興味があるようですが、まあ、その映画にすると結構チャレンジがあるかと思うんですよね。あの、まあ、映画は聞くのと見るの、お客さんとしては聞く見るという形になってますから見終えませんし、まああの食感も伝えるのは難しいかと思うのですが、その、まあ、チャレンジにどう挑戦してしたか少し教えていただけますか。ああ、そうですね。あの、まあ、あの結構あの例えば匂いとかその、まあ、今回の食感とかもそうなんですけど、あの、まあ、結構その表現したいこととしてやっぱり結構その性的な部分というかエロティスみたいなことがやっぱり絡んでくるんですよね。でそれをその直接こう描くっていうことは、まあ、できるっちゃできるんですけど、それをやるよりも何かその五感とかを使ってそういったことを表現した方がよりこう映画的な表現になるんじゃないかというあの思いがずっとあって、でそれに挑戦してるっていうところがありますよね。あとはなんか自分が非常にあのいろんなことに敏感なので、その感覚みたいなものも出しなんかチャレンジしたいなというふうに思ってますからね。うんうん、特にこの場面は難しかったとかそういったのはありますかね。まあ、セクシャルドライビングとか、まあ、うん、僕はそんな難しくなかったんですけど、うん、役者は難しかったと思いますね。あの特にラーメンとかはいわばその役者さんはその人とのお芝居ではなくてラーメンとのお芝居なので、うん、すごい難しかったと思いますね。そこはだからその役者は結構あのラーメン食って気持ちを高ぶれるとかそういうことだったから、それが大変だったと思いますね、うん、すごく。なるほど、うん、音とかにはこだわりましたかね。あの例えばズーズルってラーメンをあの食べるとかそういう、そういうことにはこだわりましたか、ラーメンの。そうですね、はい、やっぱりその音とかそういうそのなんか見るだけではない何かであのいろいろと刺激、見てる人のあの想像をこう書きたきたかったのでこだわりましたね。はい、まあ、この作品はセックスに、まあ、セックスがメインテーマというかセックスについての映画ですが、あの全裸の場面もセックスシーンもない映画ですけれど、それはもう最初からそういう形で挑戦するというあの試みで、そうですね、作った作品ですか。うん、もうかなりそこがまず最初の根本的なモチベーションぐらいなところあったと思いますね。なんか結構僕はそういうセクシャルな映画とかは作ったりするんですけど、なかなかそういうものを直にダイレクトに描くっていうこともやったことあるんですけど、あんまりこうそこであの特に日本のマーケットだとその部分が受け入れられないところも多かったりして、そうじゃなアプローチで何か勝負してみたいなと思って作ったっていうのがありますよね。なるほど。あのそれ、まあ、役者さんもあの、まあ、結構珍しかったんじゃないかなと思うんですけれど、あのそこについてコメントとかありましたか、役者さんか。まあ、でも役者さんもいわばなんか橋本さんとかも、橋本さんってあの、まあ、納豆を食べる人とかも、はい、例えばなんかあの普通だったらこういう映画には出ないんですよ。いわばあのこういうなんていうんですかね、こういう映画には。ただあのやるものとしては納豆を食べてるだけなので出てくれるんですよね。だからあのなんて言えばいいんだろう、こうすごく不思議な体験をしてるとは言ってましたね、自分で。あの、うん、とは言ってました。なるほど。まあ、日本の
作品で、海外でも結構みんな見たことがある作品、タンポポ、あの伊丹十三さんのタンポポってありますけれど、その作品も、まあ、食べることとセクシュアリティを混ぜたような作品ですが、そのタンポポには印象を受けましたか？そして他にも、まあ、このセクシュアリティと、食べることを混ぜるような、映画作品、もしは違う、まあ、美術作品などありましたら教えていただけますかね。そうですね、まあ、タンポポはもちろん何回も見たことあるんですけど、作るときにはそんなに意識はしなかったとは思いますね。まあ、でも、本当にタンポポって昔小さい時とかに何回もテレビで日本でやってたんですよ。だから多分それはなんか意識しなくても、おそらく無意識のところで何かあったのかなとは思いますけど、そのジュリアンさんが書いてもらったようにタンポポっていうのを言われた時に、あ、そうかと思いましたけどね。だからそんなにこう大きくは意識はしなかったかなとは思いましたけど、あとなんか食に対する映画っていうことで参考したのはなかったと思いますね。なんかあんまり自分で作るときにどの作品を大きく参考にしようってことはあんまり思わないので、本当になんか自分でやってみたいなっていうことだけでやったっていうのが今回だったかなと思いますかね。まあ、好きな映画はたくさんあるんですけど、今回に関してはそんなになかったかなって感じですか、ね、じゃあリサーチはレストランで食べると、そういう感じですかね。もうそれだけですよ。麻婆豆腐を料理してみるとか、そういう感じでしたか。それだけ。単純に納豆が好きだからとか、そういうことだけです、ね、なるほど、はい、まあ、主役がいるとしたら、芹沢立人さんだと思うんですけれど、うん、彼は僕はとても好きな、役者さんで、日本のインディー映画ではよく見る方ですが、結構、サポート役が多いかと思うんですけれど、まあ、その、この映画の設定では存在するかもちょっと微妙なところがあったりする場面も あって、まあ、その彼の役について少しお話しいただけますか。まあ、この3つ のエピソードの共通点という形で。はい。わ、はい、かりました。芹沢さんも僕もすごく好きな俳優さんで、で、まあ、僕の別の映画で昔、カム・アズ・ユー・アーっていうその映画があるんですけど、それでも主演にやってもらったことがあるんですよね。うん、なんか自分の普段思っているこう何か言えない言葉、何か言えないことだったりとか、その自分が思ってる、社会に対して思ってることみたいなことを結構彼を通じて僕はよくこう発信をするんですけども、でそういう存在で、まあ、今回も言ってもらったなと思っていて、でその、まあ、彼が演じた役は栗田っていう役なんですけども、で栗田は実在するかしないかっていうのは非常にこう曖昧な存在なんですよね。非常にこう抽象的な存在というか、ただ抽象的なんですけども、登場人物の例えばその納豆で言ったらメガネの人とか、麻婆豆腐にしてみたら女の人とかという人の中には存在するっていうことなんですよね。っていうその、まあ、確かに存在するんだけど、まあ、実際するかどうかというのはそんなに大きな意味ではなくて、登場人物の中に存在しているという意味で、言ってほしいな、言ってほしいというか、そういうつもりでやってましたよね。なるほど。じゃあ、まあ監督さんがと吉田さんが登場人物だったら栗田さんだったかもしれない。間違いない。そうそうそう。で、納豆で栗田が脳梗塞になって、でなんか納豆が食べれなくなったみたいな、でワーファリン飲んでるとかいう話があったと思うんですけども、うん、あれまさに僕で、昔僕はその脳梗塞になって病気とかなしたんですよね。なるほど。で、はい、だからそういう自分のその体験談みたいなことも全部そこに詰め込んで、でそこからこう見えた景色だったりってことを全部栗田に語らせるので、まさにもうそうだと思います。はい、なるほど。今回セクシュアルドライブでは納豆、麻婆豆腐、ラーメンというその3つのエピソードになっていますが、順番は特に意識していましたか？あ、そうそうですね、納豆を先に作って、でその後続編で、麻婆豆腐 と、ラーメンを考えたので、どういうふうにその、構成として作っていけばっていうのを結構考えましたかね。なんで例えばさっきも言いましたけど、その最初納豆があって、納豆を最後に食べるので麻婆豆腐は食べなくていいかとか、で最後の麻婆豆腐食べなかったのでラーメンの時にはずっと食べるだったりとか、もうそういうことをなんか
長編として、ひたすら考えていった感じですかね、そこは。はい、その3つ の、 あのエピソードでは、あの男性がなんか少し、まあ、弱いあの感じがするんですけれど、まあそれは意図的でしたかね、弱いというか、なんというか。あの弱いですね。いや、まあ、それでいいですかね。それは特に意図的意識、ね、意図的だと思います、すごく。はい、うん、僕はあの多分その映画を作るときに、例えばそのセクシャリティの話とかするときに、男性目線で物事を語らないようにすごくしているので、要は女性目線みたいなことの方が重要かなと思っているので、常にそれはありましたね。その多分でもそれはね、セクシャルドライブだけじゃなくて、ほとんど全部僕の映画はその目線だろうなと思ってますけど、ね、女性の目線というか。うんうん、だと思います、うん、そうですね。で、あの言葉は、男性が話している方が多いかと思いますが、うん、確かに女性の目線かと思いますね。そうですね。その3つのエピソードは。はい、そうですね。そう、うん。今回、ロッテルダムに直接来ていただけなくて、とても残念なのですが、ロッテルダムではね、ロッテルダムではラーメン屋さんとか結構いっぱい出始めてきたので、いつかまたロッテルダムに来ていただけたらと思っています。いやいや、ぜひ、はい、ね、本当に行きたかったんですけど、すごい残念ですね。ロッテルダム、ロッテルダム、ね、ロッテルダムとオランダのお客さんに一言いただけますでしょうか。あ、最後に。はい。そうですね、セクシャルドライバーの非常にこう日本の食と、あと、まあ、その食を通じて、まあ、人間のこう隠れ持った欲望みたいなものを、まあ、暴露していくというか、というような、まあ、話ではあるんですけども、根本的にはそういうことがありながらもうコメディなので、思いっきり楽しんで笑って、で少しこう考えてもらえると嬉しいかなというふうに思ってます、ね。はい、オランダの食品を試してみていただいて、オランダ版をいくか作っていただけたら、はい、本当にやりたいですよね。オランダの確かに食品でやってみたいんですよね。すごい、だから海外で撮ってみたいですよね。挑戦してください。日本の食文化とはちょっと比べ物にならないかもしれないんですけど、絶対面白いですよ。絶対美味しいものいっぱいあるの で、 そうですよ、ね、いや本当にやってみたいですね。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。